標が発生しました。気合い入れていくか。書く。書く。重要な目標を達成しました。よし、目標達成。ランガ、どうした？我が主、ゴブタたちがハクロウ殿と特訓をしていると聞きまして。ああ、そうだ、さっき一区切りついたとこだ。特訓が敵との戦いに備えるためでしたら、我も特訓したいのですが、敵の復讐には我にも責任があります。次は我も敵と戦わせていただきたい。そうか、ランガも当事者だよな。じゃ、特訓しに行くか。ありがたき幸せ。コク、新たな目標が発生しました。手加減はなしだ。さっさと終わらせるぞ。リムル様。能力の上昇率を開示します。いざ行かん。コク、我の花がお役に立つでしょう。コク、接敵を確認しました。フラガイ、覚悟。覚悟。よし、完璧だな。コク、強敵を発見しました。まとめて消してやろう。相手が悪かったな。よし、完璧だな。これは持って帰るとしよう。これは持って帰るとしよう。コク、接敵を確認しました。持って帰るとしよう。
標的を発見しました。上昇率を開示します。いざ行かん。国我の花がお役に立つでしょう。国標的を発見しました。はっ、神砕く、はっ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 、覚悟！はっ！はっ！噛み砕く！覚悟！はっ！噛み砕く！よし！完璧だな！コク接敵を確認しました。噛み砕く。食らうがいい。我も負けん。小さかしい。食らうがいい。噛み砕く。食らうがいい。まとめて消してやろう。相手が悪かったな。噛み砕く、噛み砕く、はっ、噛み砕く。当然の結果ですね。持って帰るとしよう。コク、接敵を確認しました。噛み砕く、たらん。悪くない。かたじけない。行くぞ。やっ、くらえ。ネブル様、頑張りましたよ。敵を発見しました。やっ、見張るじゃないか。遅いって。行くぞ。やっ、遅い、くらえ。まだまだだ。やっ、ここは任せます。噛み砕く、噛み砕く、覚悟。噛み砕く、くらがい、食らうがいい。貴様、
上昇率を開示します。いざ行かん。国、我の花がお役に立つでしょう。国、強敵を発見しました。はっ、噛み砕く覚悟。 よし、完璧だな。 覚悟。貴様など我で十分。生きた。小賢しい。生きた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 
神クラク、うん、覚悟、うん、クラガイ覚悟、上々の成果だな。当然の結果ですね。ここ強敵を発見しました。気合い入れていくか。リムル様、
訓練が一区切りつきましたぞ。ああ、ご苦労様。今日は自分の訓練が多かったみたいだな。腕がなまっては周りに示しがつきませんからの。これで今後もビシバシ鍛えられますぞ。さすが白狼、頼りにしてるよ。お任せくだされ。コク、訓練が終了しています。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、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 建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。コク、自動建築を実行しますか。コク、建築が終了しました。コク、リムル様。リムル様、リムルの旦那、リムルの旦那、リムル様。リムル様、リムル様、リムル様。コク、うんうん、いい調子だな。リムル様、我が主、ありがとうございます。これで敵がいつ来ても大丈夫です。うんうん、みんな強くなってきたな。これはリグルかな。リムル様、敵がまた来ています。さらに仲間を増やしたようです。リグル、了解だ、すぐ行く。ランガ、
早速仇のお出ましだ。行くぞ。よい。よ、元気にしてるみたいだな。うん、元気だよ。ケット、気安く答えるな。今日こそ決着をつけてやる。主よ、我も仇との戦いに参加させていただけないでしょうか。そうだな、ランガは一緒に戦うべきか。ガロー族、お前のせいで。仇、また仲間が増えたみたいだな。強くなったのか。お前たち、奴の言うことに耳を貸すな。行くぞ。こく。こく。強敵を発見しました。警告。高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。これでどうだ。出番だ。オートバトルモードへ移行します。オートバトルモードを終了します。死ね死ね。いや、それレアサークル食らえ。殺さなければ、お前たちを殺さなければ、何もできず死んでいった俺に敵討ちを託した仲間たちに顔向けできない。すまぬな、心中察するが、我も負けるわけにはいかぬのだ。お前たちを倒すため、強くなるため、死ぬ気で戦った。何度も何度も殺されかけたが、その度にあがき逃げた。死に物狂いの敗北を新たな力として、
俺を殺そうとした奴らには必ず復讐を果たしてきた。この力があれば負けるはずがないのに、なぜお前らには勝てない。なぜ勝てない。なぜ。気を失ったか。敵は大丈夫なの？気を失ってるだけだ。ねえあんた、リムルだっけ？どうしてアチシたちを殺さないの？無益な殺生はしない。それに仇のことは嫌いじゃないしな。なんだ、そこは俺たちと同じなんだな。アチシたち仲良くなれそう？それは仇が許さないよ。でも自己紹介くらいだったらいいかな。俺はカよろしくな。アチシはケット、にゃおん。オイラはグレ。僕はリト、リト・ホトカワです。俺はリムル・テンペストだ。全員名前があるのか。ああ、この名前はリトが名付けたんだ。アチシらには名前がないって話したら、リトがいきなり、ケットシーだからケット、グレムリンだからグレ、カーバンクルだからカーって呼んでいいとか言い出して、それが名付けになったってわけ。オイラはこの名前気に入ってるよ。あちしもよ。俺もだ。だから気にすんな、リト。もう気にしてないって。種族名が長いからあだ名つけたらそれが名付けになるなんて思わないよ。改造した制服のようだし、リトは異世界人のようだな。スミレと同い年くらいか。お前たち、カタキの仲間なんだよな。俺たちはみんなジュラの森でカタキに助けられたんだ。カタキの兄貴はあんたを倒すために強敵と戦いまくってた。地ヘドを吐いてボロボロになって魔物に挑むのは自殺行為にしか見えないけどね。でもここにいるのは、そんな仇の死と隣り合わせの生き方に救われた者たちなんだ。あちしたちはこの町でも好きよ。楽しそうだし。だけど仇の願いは僕たちの願いでもあるから。そうか。悪いけどまた来ることになる。ああ、分かってる。ポーション持っていくか。仇がいらないと言ったのに僕たちがもらうわけにはいかないよ。ちゃんと自前のがあるから大丈夫。ほらグレ、仇を背負うぞ。リートは手伝ってくれよ。今行くよ。気のいい奴らだな。主、仇たちはまた来ると思います。その時はまた我が戦ってもよいでしょうか。仇は我の責任ゆえに。そうだな。仇が来たらランガには声かけるよ。ありがとうございます。先ほどの仇との戦いで新しく技を思いついたのですが、我が主、訓練のお相手をしていただけないでしょうか。おお、すごいな、ランガ。もちろん手伝うぞ。新たな目標が発生しました。手加減はなしだ。さっさと終わらせるぞ。コク、能力の上昇率を開示します。いざ行かん。我の花がお役に立つでしょう。コク、接敵を確認しました。難しい。クラガイ邪魔などは。神クラク、神クラク、行くぞ。
これは持って帰るとしよう。帰るとしよう。コク、接敵を確認しました。クラウル邪魔などみんな覚悟。神クラウル行くぞ。よし、完璧だな。コク、標的を発見しました。行くぞ。神クラック行くぞ。発見しました。ありがとうございます。乱浪飛山は実戦でも十分使えそうです。リムル様、ゴブタやランガ殿がカタキとの戦いに備えて特訓していると聞いたのですが。最近カタキのやつ仲間と来るようになったから、こっちも仲間を強化してるところ。カタキとの因縁はホブゴブリン全員にあります。我々も特訓に参加しても良いでしょうか。おう、もちろん特訓するのはいいんだけど、これは俺の責任だからあんまり気にすんなよ。リムル様の優しさは十分承知なのですが、我らも何かしていないと気持ちが焦るばかりでして、これを機にリグルともども鍛え直そうかと。分かったよ、一緒に行くか。はっ。新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。コク潜在能力が解放されました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 。
成しました。よし、目標達成。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リムル様。コク、リムル様、警備隊からカタキを見たと連絡がありました。カタキの仲間はまた増えたようです。また増えたのか。あいつ人望あるんだな。親父殿も私も準備はできております。わかった、行くぞ。お前らを殺しに来た。その仲間の数随分集めてきたな。お前そんな大人数でいつも行動してるのか。うるさい。あいつらは勝手についてきただけだ。今までの俺とは違うぞ。お前に届く、いや超える力を手に入れた。お前を倒すための力見せてやる。コク、コク、強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。それ、せいじゃ、やや、キュッと、いそ、ふっ、余裕、遅いよ。倒れろ。出番だ。オートバトルモードへ移行。オートバトルモードを終了します。いや、遅いよ。余裕、よっ、そんな、なんで、さあ、キャッ、
ユニークスキル捕食者。うわ、ごちそうさん、まだだ、まだ、クレアサーク食らえ。いくぞ、フッ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 。どうして勝てない？なぜだ？なぜ勝てない？黒煙まで使えるようになった。あの時も勝てなかった。あの時から前に進むために俺はお前たちを殺さなければならないのに。前に。お前は確実に強くなってるよ。だけど、だからこそ俺は負けるわけにはいかないんだ。カタキの兄貴、しっかりしてくれ。傷は深いけど頑張れ。行くぞお前ら、退却だ。リムルさん、リトだったよな。どうかしたのか。カタキのことで少し心配なことがあって。まだどうなるかわからないけど、本当に危険になったら、その時はあなたに助けを求めてもいいですか。ああ、構わないよ。ありがとうございます。あいつ仲間には恵まれてるし慕われてるよな。あれだけの人数をまとめられるってなかなかの統率力じゃないか。俺も頑張ろう。みんな強くなってきてるし、ここらで俺自身も強くなっておかないとな。コク、新たな目標が発生しました。手加減はなしだ。さっさと終わらせるぞ。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。発見しました。うらっ、くらえ、クレアサークル、くらえ、ふん、ふむふむ、結構調子いいな。当然の結果ですね。お、なんだこれ。次元の出しにするか。たあ、コク、接敵を確認しました。それたあ、くそー、やんちゃんか。いや、ここで、次元の足しにするか。
コク、接敵を確認しました。実行しますか。コク、建築が終了しました。コク、コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リムル様。コク、主、仇が町に向かっていると連絡がありました。そろそろ来る頃かと思ってた。行くぞランガ。どれだけ連れてきたんだ。その目で確かめろ。おいおい、どれだけ増えるんだよ。増えすぎだろ。これだけの人数でどこに住んでるんだよ。軽い集落になりそうだな。拠点はない。強い敵を求めジュラの森を移動し続けている。それでいいのか。子供もいるようじゃないか。俺の近くは安全だ。俺は強い。はぐれドラゴン、ヘキサポッドドラゴンも倒した力で今日こそお前を仕留める。コク、標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。倒れろ。クレアサークル、こっちだ。死ね死ね。はい、出番だ。オーバトルモードに移行します。ここはお任せを。
とくと見よ、リムル様の英知。いいお世話いたしましたな。死ね死ね、敵を殺し尽くすまで。倒れろ。死ね死ね。死ね死ね。なぜ勝てない、どうして俺には力がない、力が、もっと力が、仲間を守らなければまた失ってしまう、どうすればいい。結局俺は全てを失ってから何も変わっていないのか。主よ、仇は意識がないように見えます。そうだな、ただだいぶ追い詰められているな。皆を守る大きな力がいる。進化の秘宝を、進化を、進化の秘宝。カタキ、向こうに寝かせてポーションを。グレ、運んで。はい。いつも仇の相手をしてくれてありがとね。俺にできるのはそれくらいだからな。仇は多分もう牙狼族やゴブリンを恨んでないんじゃないかな。かもな。恨みや復讐ではなくて、今は守れなかった自分が許せなくて、リムルを倒すことで過去の自分を乗り越えようとしてるんだろうな。出会ったばっかの頃の兄貴は無口だったけど、もっと前向きだったよ。それが最近は余裕なくって思い詰めてるみたいなんだ。さっき仇が言ってた進化の秘宝とかいうのが原因か。ジュラの森に伝わるアイテムのことをアジンの長老に聞いてから変になったんだ。あの言い方は絶対に危険なアイテムだ。仇は危険って分かってて手を出しそうで心配だよ。もう心配、仇見に行こう。またな、リムル。この間言ってたリトの心配なことって進化の秘宝のことか。仇はどうした。進化の秘宝を探すってどっか行っちゃった。そうか、その進化の秘宝っていうのは一体どんなものなんだ。
ジュラの森のどっかにあると言われてる強力な魔法が封印された伝説のアイテムだよ。怪しい魔人が本当にあるって言ってて怪しいんだけど、本当に本当っぽいのよね。その魔法は体を物理的なものから精神的なものに作り変えるって、要は精神生命体になるってことだ。ただその規格外の効果と引き換えに今の記憶や性格とか、いわゆる精神を犠牲にしなきゃいけない。つまり仇が仇じゃなくなるってことか。そうなんだ。そんなの死ぬのと同じだからやめた方がいいって何度も言ったのに。仇は言っちゃった。仇が進化の秘宝を使うならリムルさんの前だと思うんです。もしその時が来たら仇を止めてもらえませんか。勝手な願いだというのは分かってる。だが仇を救うにはそれしかない。分かった。仇のことは俺に任せろ。お前たちは進化の秘宝の解術方法を調べてくれ。俺の町を拠点にしてくれて構わない。リムルさん、ありがとうございます。リト、その怪しい魔人は進化の秘宝がどこにあるか言ってたか。北東の湖の近くって言ってました。本当に怪しいやつだったんで信用できないですけど。北東の湖か。俺も調査に行ってみるかな。